あーみなさん、こんばんは、それです。えーち、ちょっと遅れましたけど、今日は、あの、日曜日やってたね、あの、セイバーについて、えー、いろいろ語っていこうと思います。まあ、なかなかね、今回も面白い展開だったけどね、すごく。 まあ、ええと、タイトルがなんかそれでも未来を変えられるっていう。まあでもセイバーのなんええー、と、あ、カリバー、カリバーの未来予知能力っていうの。あれなんか財団者師さんも言ってたけどね、なんか。でも悪い未来ばっかりをなんか変身者に見せるっていうような傾向があるっぽくて、本当の未来かどうかはね、怪しいと言われてたけど、でも確かにそうかもしれない、なんか。まあガンダムでいうゼロシステム的なやつか。うん。 まあ、とりあえずちょっと見てない人も多るかもしれんから、ちょっとどんな内容だったかっていうんで。で、まあ、結局、ええー、とね、冒頭があの、ケントとトーマがね、なんか語るとこが始まったけどね。で、まあ、トーマが、ええー、と、また一緒に戦ってくれないかと、ケントとアイね、出会いあれ、強い思いを懸命に訴えて、で、まあし、でもね、しかし、後輩したみ、世界が元に戻る一方で、 トーマが消滅する未来を思い浮かべた剣とは首を縦に振ろうとしない。<coughs> そんな二人の前にマスターロゴスが現れると。うんしかも、この人すごいのがね、あれ、変身しないで、人間状態で戦ってたからな、本当。<coughs> しかもなんかふ、二刀流でやってたね、なんか。バスターをのか剣をとにかく、かわって,てつっ 片手で振り回してたのにびっくりしたけど、あれかなり重たいはずなんやけどね、あれ。でかいし、うん。あれを使いこなすかって思ったけど。まあ、全全知全能の書を復活させ、争いの世界を作り出すというマスターロースの野望し、学生とするトーマ。えー、ケントと共に変身するが、ケントの父、ハエトとルナを、 預けるマスターロゴスに怒りが爆発。ルナは俺たちが必ず取り戻すとマスターロゴスに襲いかかる。もうでも人間状態でも戦ってたからな、ね。これがびっくりだけどね、本当に。うん。しかも二刀流だね、うん。いや、さすがね。さすがって感じだったけど、本当 でセイバーカリバーそしてマスターロゴスの剣がぶつかり合ったその時セイバーとカリバーは返信を解除もう解除させてたのね、うん、すごいよなあれどんだけ強いんだって感じだマスターロゴス、うん、で空間が,が歪み裂け目が現れるとその中に佇たずむルナが現れた必死に手を伸ばすトーマにルナも答えるがルナに手を伸ばすトーマに ルナも答えるが、ルナに触れる前に裂け目は閉じてしまう。面白いものが見られたと、満足げに微笑むマスターロゴス。トーマもルナが生きていたことを確認し、喜びをあらわにする。で、一方、マスターロゴスの命令に従い、レイ下は、レン、ラ、政権を奪おうと、 蓮から政権を奪おうと戦いを挑むまあ完全にでも蓮蓮はねもうソードブロスとも離れてるしまあトーマラーともねもう別とこコードを取ってるけどねいやーでもねでもなかなかあの力を封印されてた割にはねすごい頑張ってたけどね蓮こんなに風の剣士強いかって思ったけど で、まあ、身構えるレザストを手を出すなと制したレンは剣山に変身サーベラを迎え撃つが煙となり偏見時代な攻撃を繰り出すサーベラに苦戦するまあでもこれ本来力をあの剣とに力を,力をね封印されてなかったもうちょい戦いたか 戦えてたたかなぁとも思ったけどねうんすごいねだって当初はあれトーマトーマとかねあのえガ、ー、ミさんとかねあの,あの人らが束になってかかってもね全然相手にならんかった相手をね一人でね結構いい勝負してたからうん。 で、見かけた、見かねたデザストが割って入るとサーベラの攻撃を巧みに見抜き圧倒していく。そんなデザストと文句を言いながらも連携するケンザン。しかし二人を分断したサーベラはケンザンにとどめを刺そうとするが、なんとデザストが身をもってかわい消滅してしまった。 もうこれでもデザックス終わってしまったかなと思ったんだけどね、うん、実と終わってなかったっていうね <coughs> そこにレンを探していたり太郎が現れブレイズたてがみ氷山線消えへ変身うんまああれあのうんブレイズのね新ホームでもなかなかねかっこいいよな強いしうん いや、でも、り太郎ね、ほんといいやつだよな、本当うん。れなんてもう完全に仲間じゃない、みたいな感じになっとるけどね。それでも助けに来るっていうね。うん。 で、サーベラの講義を氷結させ、レンのピンチを救う。しかし、レンはリンタロウの強さを確認すると、無言のまま姿を消してしまう。改めて一人となったレンは、再生したデザストの誘いを受け、行動と共にする決意を固める。うん、でも、デザスト、ほんでも、メギドを完全離れてね、ほんと何を考えてるのかなって感じだけどね。今後、まあ、この二人が、 行動を共にするっていう感じになる、なりそうやけどね。まあでもなんかツイッターだとね、なんかあの、えー、地獄兄弟か、あの、仮面ライダーカブトに出てきてたね。アーノストラーと、のオマージュかって言われてたけど、本当うんまあでも結構確かにそんな感じはしたけど、すごく。で、ルナが現れたことで改めて検討に一緒に戦ってほしいと訴えるトーマ。えー、トーマなら、 未来を変えられれるかもしれない一瞬心が揺らぐケントだったがやはりトーマを消滅させるわけにはいかないと無言のまま去っていくそんなケントの思いを知る由もないトーマは落ちていたケントのピンバッジをむなしく手にする。 で、その頃、ストリウスは、えー、ノーザンベースで手に入れた金書で新たな人造人間を生成。そして、マスターロースは世界を繋ぐ存在であるルナが現れたことを喜びつつ、破滅の章を手にする。うん、でもこれやっぱストリウスとマスターロースって繋がってるよな、これ。うん、どっちが主なのかわからんけどね、これ。まあ、互角な協力関係を持ってるのか、もしくはストリウスがマスターロースの 部下的な感じなのか。まあ、逆にね、マスターロゴスがストリウスを利用してるのか。そら辺がまだね、ちょっと見えてこないけど。うん、まあ、でもね、ちょっと、うん、今後、ちょっとますます目が離せなくなりましたね。うん、まあ、7月にはね、なんか、あの、ある人の情報だと7月にはもう終わるらしいんで、あのセイバーはね。うん、まあ、あと残り2ヶ月でどれほど、 な物語を見せてくれるのがすごい楽しみやけど。うん。まあ、今後、ますます目が離せなくなりましたね。うん